瞬間レシピマンジェ。このコーナーでは旬の食材を使って簡単にできるまかないレシピを福田シェフがご紹介。お酒に合う簡単なホタルイカのソテー作っていきたいと思います。使う食材はこちら、お酒に合う簡単なホタルイカのソテー。楽しみですね。まずはホタルイカの下処理から。ボイルしたホタルイカの目、くちばしを取り除きます。菜の花は半分にカット、ニンニクはみじん切りにします。続いてオリーブオイルをひいたフライパンで菜の花を炒め、さらに刻んだニンニク、鷹の爪、ホタルイカを加えて炒めます。全体に火が通ったら白ワインを加え、煮詰まったら菜の花とホタルイカをフライパンから取り出し、そのまま同じフライパンでソースを作ります。オリーブオイル、少量の水を加えて煮詰めていくと、こちらバンブランソースなんですが、酸味の綺麗なソースなので海鮮系とすごい合います。とろみがついたら完成になります。お皿に盛り付け、バンブランソースをかけます。仕上げにオリーブオイル、塩、ブラックペッパーをかければ完成です。完成になります。ホタルイカと菜の花のソテーバンブランソースになります。バンブランソースの酸味がホタルイカとお酒に合う一品となっておりますので、ぜひ作ってみてください。